5億と こっちのカメラ行きましょうかね。あ、こっちもいいかな。こっちはいいのか。こっちがこっちが、まあ、これはローズピアノね。このピアノ結構好きなんですけど、でこれに新たにこれボツっていうかな、入れると電源入れるといい、入れて、あ、大丈夫だったまあエフェクターのパワー見っけてきたんで、このコーラスをかけるといいね。あー、いい音だ。あ、フェーザー。少しトレモロを、あ、ガリってな、ステレオだよね。でこっちはローズ、DX7 ですね。って感じ。どうすか、やっぱ古い楽器もいい音しますよね。うん、ここ の, スタジオは結構いろんなものがあって、こっちにはあれですね、モチーフじゃねえや、なんだっけ、モンタージュ、いけるかな、これペダル。
ね、感じでね、このモンタージュ結構いい楽器なんですね。で今度こっち行きますと、今度はアコースティックピアノ、やっぱりこれは強力ですよ。動き回っちゃった。さあ西村さん大変だ。次はエレクトーン、ね、エレクトーンこれだけ結構ニューファンタジールームいいでしょ、ね、いろんなキーボードがあるんで私的には美味しいですね、このエレクトーン、これこっち行くんだっけ、ちょっと最近いろんな機能を使うようになったんでエレクトーンも少し大丈夫になりました。Thank you.
どうよ。みのるさんまるでプロみたいだ。まあこのねエレクトーンいろいろ機能がついて。なかなかいいですね。忘れちゃった。あれ？ちょっと誰か覚え出して。沼。Thank you.
マジすごいですよね。これ新しい20177ね。これでもダメですか？いやだからすごい。これでもダメ？いやそんなこと言ってないで。これいいよね。いいっすよ。これブルースだったんだ多分。このこれがやばいんだよ。これはこっちのコードに入ってないから。これはいいね。これはいいね。あ、これプラス9コードか。分かった。あー、ここか。そうか。これなんかこれあれ足しちゃうよ。スイングジャズ。テンポ遅くしてもっとね。Thank you.
沼のカエル、沼のカエル超やばいです。エレクトーン便利だね。エレクトーン、エレクトーン遊び、またエレクトーン遊び、あ違うのか、ん、あThank you.
やばい、沼にはまっちゃったよ俺。沼はまり。ああ面白かった。どうですかね、こんなもんで。これいろいろ弾いたんだけど、沼はどれが一番良かったですか今。これはやっぱりメロディーが素晴らしいんで、どんなアレンジもできますね。これはまあ基本的にコード進行は近いですけど、もし僕がこの仕事でもうアルバム作ってもいいって言ったら、沼っていうタイトルにしてね、沼っていうタイトルにして、ロロレロとかいろんな、これライブでやったらこれ多分ミュージシャンみんな盛り上がっちゃった。俺もう汗だくになっちゃったけど、これ買うでしょ皆さん、これ沼っつってね。今世の中音楽がなんか難しいとか厳しいとか言ってますけど、申し訳ないけどやっぱ沼をやれば天下取れるかなと。今度やろうか、公開レコーディング、真面目にレコーディングで、これミュージシャン呼んでもロック系のドラマ、タッチダンスタッチダンス、ドゥン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 で、なんかちょっとしたゴスペルのなんか低いコーラスやったら、ヌーマーヌーヌーマーヌーって言って、ロロロレロロロロ。エレクトーン便利だね、でもね、いろんなことができる。黒人の方のコーラスがいて、やっぱエレクトーン久しぶりに弾くといいな。
なんでマリアな。Thank you.
ああ、もう沼はいいですかね。沼はもういいか。今日のあの弾き方はですね、すみません、暑いですね。エアコン切れてきたから。
Yeah. Ah. 止まらなくなっちゃったよ。
ああもう止まんねえよ俺。じゃあそれじゃあまたあの先生のところに戻りましょうか。先生のところに、先生のところにちょっとこっちもあれなんですか、ね、マイクがなくてももうちょっと、いや先生のところに戻っても、いや、暑いね、暑い。1時間引きっぱなしだって俺。すごいです。アホやね。ちゃんとライブ、完全なライブでして。でもやったメロディーほぼ。岡田君どうかねこういうのは。ねえ、いかがでしたか皆さんこの、CD にギリギリ入るかなって、あ CD のサイズね。いやエレクトーンってやっぱり面白い楽器で、なんだろうな、結構鍵盤軽いっていうのもあるんですけど、